髪色ね、ちょっとここだと分かりやすいかも。オレンジ、まあオレンジって言ってもさ、普通のブラウンにしか見えないと思いますけど、一応オレンジっぽくなってます。まあでも綺麗になったから、それはそれで前の髪色とは全然違うから。オレンジっぽくなりました。お気に入り。ちょっとの期間しか楽しめないけど、こんばんは。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 筋肉痛はまだ太もも、まあ太ももだけ、痛いですね。だから座るときにね、いつも痛いって思いながら座ってるけど、まあ全然そんな、全然マシな方です。もっとひどい時はひどいから、まだ大丈夫な方。そうね、今週末はもう大阪、今週末もうか、早いね。そうね、今週末大阪ですね。たこ焼き、美味しいたこ焼きをいっぱい食べれるのが楽しみです。大阪も楽しみましょう。ミラボさん、いつもありがとうございます。ハート、今週の大阪の昼公演、ルカちゃんのうちは持っていくね、見つけます。意外とね、2階席も見えてた。名古屋の時ね、名古屋の時、2階席も意外とちゃんと見えてたので、どこに行っても多分見つけられると思います。名古屋夜いたよって、ラブリン推しの子と一緒にいた。うちを持っててくれたやつかな。ルカが指さしたの気づいたかな。1階席の候補も意外と分かります。
あの最後ね、お見送り最後と MC 中とか割と見えた。踊ってる時は正直あの真剣なんで、そう照明とかでなかなか見づらい時あるけど、 MC 中は割と見えてる。うん、意外とね後方も見えてないかもって思ってるかもしれないですけど、全然見えてますよ。あと黄色ってなんかね分かりやすい、サイリウム、そうこういう全体の時ってね分かりやすいからね、すぐ見つけられる。サッカー現地で見てたけど豪雨で中止になっちゃったねらしいね。なんかあのゼップその終わってからあのアフタートークあったからすぐあの会場出たんだけど、あのその会場出てそのアフタートークに向かってる間にダゾーンで見ようって思ったら、あのなんかずっとねライブになってんのにずっとダゾーンをみたいな画面になってたから、んなんだこれと思って、なんかハーフタイム中でなんかやってんのかなとか思ってたけど、その全然後半始まってるくらいの時間だったのに全然回ってこないから、 なんだこれと思ってたら中止になってました。悲しいですね。中止の場合ってあれどうなるの、また一から試合ってやり直しなの、それとも続きなの、なんかあんま分かんない中止になった時のパターンって。ルガも確かね一回、いや忘れた、ルガはね忘れたんだけどね、一回中止になったことあるらしい、アイメロが言ってた。そうだっけと思って、その時あったっけって思いながら、記憶力はないのでね。あ、続きからな。あ、今回は続きから再試合。あ、そうなんだ。だから22分だっけの続きからやるってことなの。01でやるのは、そう、1点入れられちゃったんだもんね。その日程はまだ出てないもんね。そうなんだ。じゃあ見えた、ルカちゃんって書いたうちわなんだけど見えた、え見えたよ、あのさ黄色の文字じゃなかった、違いますか、これで違ったら、人違いだったらすごい恥ずかしいんですけど、すごい見やすいうちわだった記憶があるんですけど、ルカの言ってる人と違うかな。あ、やっぱり見えましたよ、ちゃんとルカっていううちは。だから意外とね2階席でも見えるんですよ、皆さん自信持ってください。2階席だクソとか思わずに意外と見えてるので、サイリウムも意外とちゃんと見えてます。だから黄色2本振ってびっくりした、黄色2本振ってる人にはお見送りの時とか自己紹介中の時とかは割とちゃんと指さして
手振ってるのでみんなに気づいてるよ、ちゃんと。だからどの席でも安心してください。で、ベロ公園急に雨降ってたら手を打ってくれました。こちらこそ振ってくれてありがとう。大阪でようやく夏が来ます。いや、こちらもね、ほんと夏を楽しむのがね、このゼップしかないんですよ、ほんとに。うん、だからいっぱい楽しみたいと思います。寂しい夏ですよ、本当に。プライベートでもね、楽しいことないですね。こんな悲しい人生ありますか？もう家から出なさすぎて、やばい。でも結構前で、8月頭はね、友達の家に遊びに行ったりして一緒にご飯食べに行ったりはしたけど、マジでそれぐらい。あと何もしてないな。性格的にパリピにもなれないかな。どういう性格だと思ってるんですか。逆にパリピになろうと思えばなれますよ、ルカだって。全然。でもマジで家から出ないっていうだけ、本当に。もう15分経過しました。本当はね、プール行きたいんですよ。プール、せっかく水着を買ったのにさ、着る機会がなくて。そう、このね、みんなとの予定がね、マジで合わない。悲しいな。まあワンチャン9月もありだけどね。9月までプールってやってるじゃん。ちょっと寒いけど、去年じゃないわ、結構前に水着じゃないプール行った時も9月ぐらいに行って、なんか夕方めっちゃ寒かった記憶あるんだよね。ナイトプールね、ナイトプールね、名古屋ないんですよね。あ、ラグーナはあるけど、ラグーナぐらい。
ちょっとね、せっかく水着を買ったからプール行きたいんですけどね、行けなさそうですね、今年。悲しいな。誰が水着で配信するか、もうお金取りますよ、そんな無料で配信はしないですよ、水着着て。払うんかい、払うんかい、みんな。本気やん、みんな水着に対して。そんな見たいんかい。いや、こっちだってね、水着着てねプール楽しみたいんすよ、本当に。ルカには DVD だし、 DVD はちょっと嫌ですね。 DVD なんか水着で動くってちょっとなんかハレンチすぎない？なんかちょっとだったらルカ普通に写真集がいい、 DVD より。でも DVD ってちょっとやらしくない？なんか写真集の方が良くないですか？DVD はいいです。いい、 DVD はいい。なんか、写真集でいいです、もし出すならね。まあ、いつか出したらいいですけどね。どれかは今ね、アニメでね、ワンピースを見てて、ちょうどね、今サンジが仲間に加わったところなので、その続きをね早く見たいので、ちょっとワンピースを見てきます。また明日配信をするので、また遊びに来てください。そう、とりあえず漫画はね、空島まで、今持ってる空島まで読んだので、アニメを見ています。12時までやって、じゃあ明日は12時まで、やるかな、わかんないけど、明日はでも長くやるつもりなのでって言って、いつもやんないんだけど、明日はでも本当にやるつもり。だから、また明日。
遊びに来てください。ではみんな、おやすみなさい。おやすみ、また明日ね。おやすみなさい。おやすみー。